どうも皆さんこんにちは。ケンタロスの部屋へようこそ。うつ主のケンタロスです。今回はインクさんと第三形態をやっていきたいと思います。それでは早速プレイしていきましょう。攻撃。やっぱり当たらないか。いきなりブラスター。おお。これは簡単に避けれそう。いきなり難しくなった。ちなみに今回はインフィニティ HP でやっています。よしやった俺のターン。いきなり難しい攻撃った。なんだこれ。ノーダメでいけたらもう人間じゃない。いきなり攻撃するのが多いな。これはサンズ戦であった攻撃ですね。いやパワーしとる。相手のターンが長い。狭すぎ。サンズの重力攻撃。おお、いきなり難しくなるね。これは結構厳しいな。無理だろう。もうとっくに諦めてます。頭おかしいだろ。これとかどうやってやるんだよ。なんか攻撃したぞ。なんだこれ。意味わかんねえ。ブラスターの量多すぎ。これはサンズ戦の最後の攻撃。ちょっと違いますね。ここら辺は特に変わってないかな。おっと、なんかブラスターの量多くないか。何が起きているんだ。これ以上なったらパソコン爆発するって。終わった。未だ攻撃しろって書いてありますね。さらばサンズ。ということでインクサンズ第三形態を倒すことができました。今までの英雄とは比にならないほど難しいですね。では次の動画で会いましょう。グッバイ。